皆さんこんにちは。 AKB48 チーム8埼玉県代表、そして松伏 PR 大使の高橋彩音です。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。おめでとうございます。今年はこういうご時世だったので、友達に会えない期間とか、授業がなかなか進まなかったりとか、たくさん辛い思いをした時もあると思います。でもそれを乗り越えた皆さんはとてもたくましい心を持っていると思います。これからも好きなこといっぱいして、楽しい時間をいっぱい過ごして、そしてみんなの目標や夢とかに向かって一生懸命頑張ってください。その姿はとってもかっこいいです。私も刺激を受けて頑張っていきます。ということで、高橋あれでした。バイバーイ。おめでとうございます。